丸。マイページでは登録した内容の確認や修正ができます。マイページには画面下のマイページボタンをタップして進みましょう。これまで購入した商品は購入した商品一覧で確認ができます。今まで購入した商品の内容や配送状況はこちらから確認することができるので、購入した商品や取引中の商品をチェックしましょう。生産者が商品を発送すると商品発送済みの通知が届くので、こちらのページで商品と発送日、配送会社、配送区分、伝票番号を確認しましょう。ここをタップすると配送会社の荷物お問い合わせページが表示されるので、配送会社のサイトにある伝票番号を入力する欄に伝票番号を入れると配送状況を確認することができます。出品者に問い合わせから生産者にメッセージを送れます。受け取り日を指定したい場合や、こんな食材は作っていますか？などの質問をこちらから生産者へ連絡しましょう。支払い管理ページでは支払う金額を確認できます。支払いデータはパソコンを使って CSV ファイルでまとめてダウンロードすることができるので、毎月の支払い金額を管理したいときに便利な機能です。ぜひ活用しましょう。支払いの CSV ファイルはスマートフォンではダウンロードできません。必ずパソコンからダウンロードしましょう。商品が発送されたら、やることリストに次に実行しなければいけないことが表示されます。例えば購入した商品が発送されたら、商品が発送されたので届いたら受け取りを完了してくださいと表示されるので、メッセージをタップして購入内容を確認しましょう。商品が届いたら受け取りボタンをタップすると、やることリストからメッセージが消えます。やることリストは発送から取引終了までリスト形式で表示されます。確認しながら取引を進めていきましょう。メッセージ一覧は生産者から届いたメッセージが表示されるページです。未読のメッセージがある場合は未読ラベルがついているので必ず確認しましょう。メッセージが送信されたら相手に通知されるので安心してくださいね。商品詳細ページにあるお気に入りボタンをタップすると、お気に入り商品として登録されます。お気に入りに登録すると生産者に通知が届きます。フォローされているまたはフォローしている生産者を確認できます。プロフィールにフォローボタンがついているので、取引した生産者や気になる生産者をフォローしましょう。フォローするとフォローした生産者に通知が届きます。同じようにフォローされた場合も通知がこちらに届きます。またフォローしている生産者が商品を出品したらお知らせが届くので、気になる食材を見逃すということもありません。プレミアムプランに加入している生産者はライブ配信機能を使って食材や生産現場の魅力をリアルタイムで配信します。フォローをしている生産者がライブ配信を開始するとお知らせが届くので、気になる生産者の配信を見逃すこともありません。この食材をメニューに使ってみたいと思う生産者にメッセージをしてコミュニケーションしてみましょう。
その他、お届け先住所、クレジットカード情報などもマイページから修正ができます。荷物の受け取りや基本料金の支払いができなくなってしまうので、登録内容に変更があったらすぐに修正しましょう。フレマルのマイページは、販売状況の確認から修正まで全ての操作ができます。わからないことは、マイページのご利用ガイドを参考にしてください。マイページを上手に使って、全国の生産者とつながりましょう。